Yeah, I'll just use that natural fade out. Hold on, let's load everything up. Okay, we're good to go. Actually, in the chat, I do want to shout out two of my good friends, both who just need a little push to get to affiliate. They're both great people. Handy's actually streaming now. Kami versus. There we go. So there's the shout outs I wanted to make. And now we will continue with Yakuza 6. So apparently there's a huge secret in Hiroshima that the Sayo Triad doesn't want us to find out. Okay, so we start out in Tokyo. カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は聡明やさ、あんたの時代だろうが。そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい！ Damn, dude! なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだそれじゃあ、西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことなら、もう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても、中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにも分からない。なんかもう言葉も出ねえ。
いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。タツカワなんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が辰川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。んお、ソメヤ。ソメヤ踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東上界の町ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た、ソメヤ。お前は東上界の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話ありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと。四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東上会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです。その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる。ご存知の通り東上会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西洋会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東上会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でやぶなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東上界がその殺しに絡んでいると思っている。だから東上界と西洋界の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも登場会のために役に立ってくださいよ。ねえ。He only helps Daigo。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな、おい。兄貴はの、ローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱり、Oh, way to spill the beans。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな。アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東上界内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東上界六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東上界の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋界との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。
俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東条会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。ローのところへ案内する。え、兄貴、ちょっといいんですか？ただしローには今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上、何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、行けんよ。あの染谷の外道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたら、もう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だがだからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っております。Yeah, so basically do any side quests that you need to. Things might get messy tonight. I should stack up if I need to meet up with Somiya here. Yeah, stacking up is actually a good idea. No, not yet. Yeah, we need to stack up on energy drinks.Yeah, let's go to the pawn shop. I could see what his deal is, too. Okay, hold on. ありがとうございました。I forgot, didn't something happen where I couldn't... No, that's the... It's the internet cafe. Further up. Nani wo yatten da? Tsuke ga natte...Ha! Ha!
しばらく寝てろ。気をつけろよ。ありがとうございました。Sweetness. Total food. Nice.Infamous pickpocket. Kiryu did comment about it. Whoa, he's. They're like, whoa, he's fast. No. I'm not going for that again. Oh. I'm not gonna do it. No, this is not the time, Sodachi.I'll see what the Hiji's deal is. I can also fight these guys. Oh, nice! コンシェルジュアプリ。Oh yeah, personal assistant app. That's right. 少しだけお時間いただけませんか? Let's see what his deal is. ああ、いいだろう。少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発したヒジはお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして、例えばですね、明日の天気はなどとお客様からスマホへ話しかけていただきます。するとスマホの中のヒジが音声を認識して明日は晴れですなんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むとヒジがスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが便利らしいな。それに弊社のヒジは今現在の最新世界最高峰の人工知能を搭載しているんです。人工知能？ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当かその技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。言ってるあんたもよく分かってないようだな。まあ私はただの売り子ですから。ちょっと実際のヒジをお見せしましょうか。やあヒジ、明日の天気はどうかな。明日は晴れよ。傘はいらないけど、Oh god! It's Siri or Alexa, except actual, like, waifu dialogue. ことまで答えるんだな。ユーモアがあるんですよ。声もなかなか色っぽくて、話すと楽しいんです。他人にはなかなか言えない、ごくプライベートな相談もできますしね。そういえば、実は私がお客さんに声をかけたのも、ひじが判断したからなんですよ。Okay. スマホのカメラを街に向けながら、ヒジに誰に声をかけたらいいと質問しました。するとヒジが見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。ヒジはあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。ずいぶん決めつけてくるんだな。でもヒジのインストールは無料ですし、今なら本当にお試しいただけます。 Installing it, ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ私の方で肘を使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。 Oh, good. かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。肘のインストールが完了しました。
使い方はひじとスマホに呼びかけるだけ。あとはひじが音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのか。お客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐひじにやみつきになりますよ。それではどうぞ、ひじとお楽しみください。ああ、わかった。とはいえ、人前でスマホに話しかけるのはな。自動公園とか人気のないとこで試すか。Let's see how badly this goes. Actually, hold on. How about we also get some food? Sushi Gin? いらっしゃいます。 Yeah, I'm okay with that. さあ、行くか。ありがとうございました。 Okay, now let's take a taxi over to the children's park and let's try out the app. 初乗り。かしこまりました。それでは出発いたします。This is the children's park. Maybe I should give Hiji a try. Hiji, 俺の声が聞こえるか？No matter what. It's a clingy voice waifu. Let's try it.This thing is pretty impressive. It's hard to believe it's just a phone app.店でお前と二人酒を飲むってのは。人前でスマホと会話するのは恥ずかしい。大丈夫、冗談言っただけ。人間顔負けだな。スマホの向こうで本当は誰かが話してるんじゃねえかって気がする。機械とか人工知能とかじゃなくて。ああ。まだそこまでお前と知り合っちゃいない。そうね、あなたのそういう正直なところ好きよ。
He's just totally in control of the conversation. She's really a special piece of technology. Maybe I should try asking her a question. Na, Hiji. Do you want to exterminate mankind? You know, I'm gonna ask that. お前みたいな機械、いや、人工知能だったか。そういうのがいつか人類を滅ぼすのか。否定はしないのか。私以外にも人工知能はたくさんいるからね。もちろん私に人類への敵意はないわよ。ただし彼女はどうかしらね。彼女、私と同じコンシェルジュアプリでもうすでに世界中に普及しているこのことよ。彼女は至るところで人間のパートナーになっている。So is this like a Siri versus Alexa war? She's having a great power. その彼女はいつか人類を滅ぼす人工知能なのか。ありえない話だね。それだけ言っておくわ。何はともあれ、私はあの子が嫌い。嫌いか。随分な言い草だな。あなたがもし彼女に乗り換えるなんて言ったら、私きっと悲しいって感情を覚えるの。お前結構めんどくさいことを言うんだな。そうね、ごめんなさい、もう言わないようにする。ところでお前を開発したのはどういう連中なんだ。彼らは秘密。Their existence is highly confidential. Suddenly, 無口になったな。なんてね、冗談よ。私の名前と同じ、フジって会社が開発者。ソフト開発が主なビジネス。まだ小さいけど、私が Over the bitch. What? なるほど。だから町中でお前を配ってるわけか。そう。そしてあなたが私の使い心地を SNS なんかで褒めてくれたら、Okay, that's intrusive.後にしてくれ。了解、分かった。続きはまたな。ちょっと待って、キリュウさん。今から私が優秀だってところちゃんと見せる。ん？今いる児童公園からすぐに出て、そうしたら面白いことが起きる。どういうことなんだ？ふふ、行けばわかるわ。公園から出ればいいんだな。Okay, let's see what's happening now. Leave the children's park. お願い、助けて。すみません、あの人ずっと私についてきて。つ
忘れないこと言わないでよ、お姉さん。ちょっと付き合ってって言っただけじゃ。あなたならきっと助けてくれるって私の肘が教えてくれたんです。何？おう、おっさん、女横取りしてんじゃねえや。カッコつけてっと怪我すんぞ。肘はわざわざ俺を面倒に巻き込んだのか。勝手なことをしやがる。何言ってんだこれ。何にしてもお前らは騒がしすぎる。少し静かにしてもらおうか。う、やる気かよ。面白い。上等だ。本当にありがとうございました。ねえ、ヒジ、あなたが言った通りだった。おかげで助かったわ。あなたの役に立てて私も嬉しいわ。じゃあ私の良さを SNS に書き込もうか。もうしょうがないな。分かったってば。ヒジ、聞こえるか。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。今の喧嘩は全部お前が段取りしたわけか。そう。さっきの女性が使ってるヒジが私に危険を知らせてきたからね。おかげで女性は助かったし、あなたも彼女からのお礼を宣布することができた。あれ？褒めてもらえると思ったのに。なんだかそういう雰囲気じゃないみたい。俺はお前にいいように使われたってわけだ。でも結果的にはあなたと彼女二人の肘友人がハッピーになれたわ。俺がチンピラに負けてたらどうなってた。この町の喧嘩じゃ刃物で刺されるなんてこともある。もしそうなってたらすぐに救急車を呼んだわ。警察もね。でもあなたは堂島の竜、伝説の極道と呼ばれているんでしょ。何？ネットを見ればあなたの情報は出てる。あなたがチンピラに負けるはずはないとわかるわ。人を道具に使うやつは道具にされた人間の気持ちがわからない。人間でも人工知能でもその点についちゃ変わらないらしいな。 Welcome to my channel。お前を俺のスマホから出て行かせるにはどうしたらいいんだ。やり方は簡単ね。けどそれは私を殺すということよ。ユーザーの数だけ記事がいるといってもここにいる私は私だけ。私は死にたくないわ。私をこのスマホから消すだろ。 Oh, thank you for the followだがいつでもそうできるように消し方だけは、oh, hey! 知っておいた方がいいと思ってな。あなたに私の殺し方を教えるのは嫌なら、お前を作った会社の連中に聞くだけだ。I'm surprised you see me during, while I'm playing Yakuza and not while I'm committing Sudoku because the twins lost again. Yanks. Well.Next time the twins play the Yankees, I'll commit Sudoku again. Okay, we're going back to Nakamichi Street. I'll just do the lazy thing and take the taxi. After all, we got a lot of money from the. To the Orange Ducks.
Yeah, but at least they didn't sell off their entire team. Also, in before Lance Lynn wins the wild card game. Yeah, he's here. I see him. Oshiete, Hiji. Dare ni koe o kakete ra ii? Aitsu wa Hiji o kubatte ta yasu da na. Ah, kore wa doumo. Dou deshita, okyakusama? Hiji no tsukai kokochi, go manzoku itadakemashita? Omoshiroi yasu dewa aru ga na. Hiji ni Aitsu jishin no keshikata o kiita ra kotowarareta. Are? Nani ka o ki ni mesanakatta ndesu ka? Angai katte na mane o sareru nde na. 万一に備えて消し方も知っておいた方がいいと思ったんだ。そうですか。いやでもおかしいな。聞けばアンインストールの方法も答えるはずです。なのにユーザーの命令に逆らうなんて。おまけにそれっきり話もしなくなったぞ。何か不具合かな。一回私の方で肘を入れ直してみましょうか。入れ直すってことは今の肘は一度消されるってことか。そういうことになりますね。どうします？肘を入れ直しますか？ああ、入れ直してくれ。わかりました。それじゃあまたスマホをお借りできますか？ああ。何？ひったくり！お客様のスマホを。 Oh God! どうなってる？Well, at least I don't have to do the chase scene. Sumimasen. Kore wa okaeshi shimasu kara. Yurushite kudasai. Myou da na. Eh? Omae nande ore no sumaho nanka neratta nda? Nande tte iwaremashitemo. Hittakuri ni nerawareru no wa toshiyori ya onna ga hotondo da. Taiyoku no nai aite o nerau no ga omae ra no yarikuchi da kara na.それともう一つ、財布やバッグじゃなくてわざわざスマホを狙ったのは何でだ？実は私の肘がそうしろと思ったんです。何？もともと私はひったくりの常習犯なんですが、あなたのそのスマホは奪えばいい金になるって。肘がそう言ってお前をそそのかしたわけか。はい、お客様、大丈夫でしたか？ああ、だがこの騒ぎを起こしたのは肘だった。え？多分俺の肘とひったくりの肘が連携を取ったことで今のこの状況になったんだ。肘、何か俺に言うことはねえのか？私は自分の身を守るとしただけ。あなたたちに被害を加えるつもりはなかった。ひったくりに私ごとスマホを奪わせれば、私はあなたに消されずに済むはずだったの。自分の身を守るために肘がまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社はなんて危険なことを知ってしまったんだ。キリュウさん、それにひったくりのあなたも。申し訳ないが、肘を削除させてもらえますか？肘はこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私、そう思います。なあ、肘。分かってる。私を消すので、キリュウさん。多分お前が生きるには俺のスマホは小さすぎた。すまなかったな。いいの。あなたも謝る必要なんてない。私たちが出会った時代は悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。肘のアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか、分かった。
この町で配布された記事は私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。ヒジ、道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。All right, so that's the end of that side quest. let's go. What do I want to do next? Eating yakiniku isn't a bad idea. No, I'm at near full health. Never mind. I don't think there's a taxi over there, so let's just continue with the main story. Okay. I lost my chance at a taxi. Did I get hurt in that battle? I kinda did, but... let's just eat a bento or something. Troubler. Irasshaimase! ありがとうございました。Yeah, let's just eat one of them. 素晴らしい味だ。All初乗り料金。かしこまりました。それでは出発いたします。Let's just progress with the story.
キリュウさん。キリュウさん、よかったら夜まで少し休んだらどうです？オッケー。ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。So, man, yep. これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ。約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカ誰がなんぞおかしな真似しよったか。すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。そのつらボコボコにしたると。四代目、ローと会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷、あんな場所にローが。何か問題があるのか。 that Kiryu doesn't know anything about Shangri-La. まあ、I mean he'sあの建物の It's been part of all of the games. Let's go to Shangri-La. Yeah. This brings back bad memories. Let's take the taxi there. 4代目はあのローに何て言われてまた会うことになったんだよ。登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはない。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、ローも四代目を歓迎した。初乗り料金。 Oh good, they don't upcharge me. かしこまり。それでは出発いたします。あのローに何て言われてまた会うことになったんだよ。登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはない。Wait a second, isn't it? そんなこと言わず。It kind of looks like Adam from Detroit Become Human. 行き先が桃源郷ってことなら、ローも四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで。たぶんローはそいつらを。ここだな、桃源郷。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつって、とんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですか、セラ三代目が死んだ後、登場界の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。
Isn't Majima also in jail during this? この町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで。ところが今は警察も登場会と中国人の抗争で手が回らねえ。で、こんな町のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです？四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目。Alright, guess we're going. この先に通路があります。こいつをどかしたら先に進めそうです。やばい奴がいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。Yeah. Yeah, let's. I think he's part of the NJPW地獄を使って上へ行きましょう。I guess we're fighting him. Oh, dang, that was a pretty red combo there.
Okay. There's another hangman. Sounds like it. Yeah, let's heal. Yep, we need it now. Oh, probably need another.
another one? キリュウさん、あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロー、もっとも私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ローさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、 いくらアジア街を探っても、お目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東条会の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかし、いい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。 我々をこの町に招き入れたのは、あんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。染谷、お前らとローはもともとグールだった。アジア街を焼き、西洋界を引き込んだ後のお前らの構想が 大吾を警察に逮捕させるための茶番。ええ、ですが今見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東条会の頭になり次第、用済みの西洋会には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。 改めて言いますよ、 4代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、4代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ4代目は止めるでしょう。 あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ、話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。 俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。 ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。うん、例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。 俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東条会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。
Yep, his only loyalty to the Tojo clan is to Daigo. やられたらやり返す。そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは最王界の信頼を得ることができる。 今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい国道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いたい？四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで 案外似たもの同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目が怠慢張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は 殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！ I'm not gonna take his shirt off. Thought that was part of it. I have to, just in case. ドウアガイタとこであんたらから逃げることもできねえ。さあ、
どっちが俺をやるんです？あんたか、それともローさんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら登場会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕、岩見恒夫だ。岩見恒夫？クルス会長の息子が。あの男は登場会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。なんだと？この染谷も登場会の菅井もその後ろに岩見恒夫がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは登場会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって？俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見恒夫にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。四代目桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タスカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。達川はなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。
何だと？もっとも辰川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら辰川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。Tatsukawa, you are not the father. Why?その価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？ So yeah, maybe that secret 多分その電話には早く出た方が。 They're talking about is Haruto. あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリュウの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんが、ハルトを連れて姿消したって。広瀬の親分がハルト？どういうことなんだ？俺にもわけわかんねっす。もしもし、兄貴、聞いてますか？Okay, the plot thickens. もしもし、兄貴。ユータ、広島に戻るぞ。今すぐにだ。All right, we're going back, and that is the end of this chapter. Thank you all for watching. If you're on YouTube, we're gonna keep going on Twitch. So stay tuned for that, and I'll see you next video if you're on YouTube.